奏曲部の皆さんです。それではただいまから令和6年米原市二十歳の集いの式典を開催いたします。はじめに主催者を代表し米原市長平尾道夫が式辞を申し上げます。本日この良き日に晴れて二十歳という人生の節目を迎えられました皆様、誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。また、ご来場の皆さんにおかれましては、ご対応の中、本式典にご指導を賜りました。厚くお礼を申し上げます。誠にありがとうございます。この本日の式典に先立ちまして、1月1日でした。現地は、震度7ということです。能登半島地震が起こりました。皆さんにもご存知の通りであります。未だ現場はかなり混乱をしていますし、私たちが救援物資を送るのも
ている状況下にはありません。被災された皆さんに改めて心からお見舞いを申し上げますとともに、犠牲になられた方々と、そしてご遺族の皆さんに、衷心より哀悼の誠を捧げたいと思います。また現在もなお、この被災者支援であるとか、災害復旧につきまして、ご尽力をいただいている関係者の方がたくさん現地に入っておられます。皆さん方に改めて敬意を表したいと思います。そして感謝の意を伝えたいと思います。被災地域の皆さんのさらなる安全確保ということ、そして一日も早い復旧とか復興とか、この言葉が伝えるような時間をできるだけ早く私たちが手に入れたいと懸命になっています。前橋市におきましては震度4でした。幸い大きな被害はありませんでした。大規模な自然災害を目の当たりにして、私は命を守るということ、防災という言葉を改めてこの心に刻んでいます。被災地、そして現場においてさまざまな困難が今、今夜から雪が降るという状況もあります。そして寒さもさらに強まっている状況もあります。私たちは自然災害に見舞われるということを、今まで何でもない人と元のように思っていた人たちがいるとしたら、これは自分の身にも起こる、そういう思いを改めて、あの能登半島の状況に、自らの今の生き方を減らしてほしいとも思います。さて、本日の集い、ご参加をいただきました皆さんに、皆さんのこのお顔を拝見するといいますか、この会場を入るときに、あでやかな姿の女性たちを含め、そして凛々しく成長した若者の姿を見せていただいて、大変私は頼もしいものを感じました。皆さんがこれまで温かい目で見守ってこられた、そしてご家族や友達や地域の人たちに支えられて今日成長された姿を見せていただくために、人は一人では生きられない、人は人と共に支え合ってきている、そして前原市のこの地域社会はこんな立派な若者の大人を育てた、そのことに私は大変感動しています。ぜひこの一生に一度の式典を機会に、皆さん方はお世話になった方々にできればというか、必ず直接ありがとうという言葉、ありがとうございましたという感謝の気持ちをぜひ伝えてほしいと私は思っています。20歳を迎えられた皆さんはもうすでに成人、大人であります。多くの権利を得ておられます。同時に義務も背負っておられます。このことは自分の意思で動くことができるという反面、その一つ一つに実は行動にも、そして振る舞いにも責任があるし、そのことがこれからの時代を、社会を作っているんだという自負も感じてほしいと思っています。本日20歳という人生の節目を祝福するとともに、大人になるということについて今一度考える機会にしてほしいとも思っています。ご存知の通り、皆さん方もそうでしたが、4年前あの新型コロナウイルス感染症が流行し、社会全体が大きなショックを受け、いろいろな影響が出てまいりました。その中で皆さん方は感染症の位置づけも変わるということが予想できないままに、大変厳しい4年間を過ごされた世代でもあると思いますし、大事な青春時代の制約を強いられた世代でもあると思っています。でありますからこそ、皆さんの中に人が不安を感じること、そして苦しみを持っているということ、自らの思いを語れないということ、このことを当たり前にするのではなくて、我が身に起こっていることは他人の身にも起こっている、このしんどさや生きづらさ、一緒に共有して、そして立ち上がろう、そして勇気を与えよう、支えよう、そういう人が私は育っているというふうに信じています。さまざまな困難に立ち向かってこられた皆さんでありますからこそ、温かい社会を、そして人を育てるというのはどんなことが、そしてどんな結果が得られるのか十分知っておられ、その力強さと勇気を持って厳しい時代で
厳しい社会です。ぜひ乗り越えてほしい。こんな思いいっぱいで今私は皆さんの前に立たせていただいています。また本日はそれぞれ懐かしい人との出会いをされると思います。友人、同窓生、恩師の先生方、お会いをされます。かけがえのない仲間にいる前からに帰ってこられた人も多くおられます。ぜひ聞いてほしい。前からは皆さんのふるさとです。そしてこのふるさと前からは皆さんがどこにいようと、どんな立場にいようと、必ず応援をするという前から自治体だということも覚えておいてほしいと思っています。そして皆さん方を常に応援しようとして向き合っています。どうかそのことを忘れずに、これからも人とのつながり、社会の中での位置、職場での自らの立場、こんなことを大事にしながら、ぜひ絆を大切にする生き方や人との交わりをさらに深めてほしい。そういう大人としてさらに成長してほしいと思っています。今日から皆さんに一つのお願いをさせていただきます。日本社会は人口減少です。そして少子高齢化の大きな課題を抱えています。これからの前からの街づくりに私たちは成功体験を持っていません。皆さん方が努力することに、人口減少やさらにはこの地球温暖化、環境の変化をどう乗り越えるか、このことの成功体験を作るのはこれから大人になり、そしてこれから社会を築いていく二十歳の皆さん方です。私たちはこの人口減少や自然環境の大きな崩れを自らの力で直せるだけの時間は持っていません。皆さん方がここに成功体験を打ち立ててほしい、そんな願いも私は持っています。これからの前からの町づくり、若者の定着に向けて、さまざまなことの意見、方法を私は聞きたいと思って皆さん方にアンケートをお願いしています。この一辺のアンケートにお答えにいただくことが、実は前原市の未来、そしてこれから育つ子どもたちにとって大きな力となり、大きな知恵を与えてくれることになります。ぜひ皆さん方にこのアンケートへのご協力をお願いをしたいと思っています。お済みになりますが、本日のこの若手の集い開催に大変なご尽力をいただきました。若手の集い実行委員会の皆さんに改めて敬意を表し感謝を申し上げます。大変ご苦労様でした。そしてありがとうございます。新たな門出を迎えられた皆さんに、今後ますます前原市ということを土台にして、ぜひ大きく、そして立派にさらなる活躍をしていただきますことを心から記念をし、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。二十歳の成人の人におめでとうございます。そして前原市のためにぜひ頑張ってほしい、そんな願いを込めてのお話をさせていただきます。よくご応援いただきました。ありがとうございました。続きまして、本日大変お忙しい中ご来賓としてご臨席いただきました前原市議会議長矢野邦明様からご祝辞を賜りたいと存じます。矢野様、よろしくお願いいたします。皆様、誠におめでとうございます。前原市議会議長の矢野邦明と申します。本日は市議会を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。次の世代を担う皆様が心身ともに健やかに成長され、人生の節目である本日という日を迎えられたことを改めて心からお喜び申し上げます。また本日まで深い愛情を持ってお子さんを育て上げられた保護者の皆様、ご家族の皆様はもちろんのこと、成長を温かく見守られてきた地域恩師の皆様に深く感謝を表する次第でございます。さて、皆様がお生まれになった平成15年、平成16年から本日までの期間は、日本や世界が様々な変化や困難に直面した時代でした。東日本大震災、ロシアによるウクライナ侵攻などの災害や紛争、経済面におきましても日経平均はバブル崩
開以降の最安値から最高値まで大きく変動するなど激動の時代でした。また近年は新型コロナウイルスの感染拡大により私たちの日常や社会も大きく変化しました。さらに正月早々には能登半島で大地震が起きました。亡くなられた方々、被災された方々にお悔やみとお見合いを申し上げます。私たちにできることを支援していくのが務めであろうかと考えております。皆さんはこのような予測不可能な時代を乗り越えて本日を迎えられました。磨き上げられてこられた個性や才能、そして情熱を発揮して自分の夢や目標に向かって努力していかれることと思います。この道のりは平坦ではないかもしれませんが、自分の信念をしっかりと持ち諦めずに前に進んでください。そして家族や友人、地域や社会の支えがあることを忘れないでください。皆様はこれからの社会を担う未来の担い手です。皆様が自分らしく輝き活躍されることを心から願っております。結びにあたりまして、 お集まりの皆様のご多幸、そして新たに迎えました令和6年は良き年となりますよう心からお祈り申し上げ、私のお祝いの言葉とさせていただきます。令和6年1月7日前原市議会議長宮戸君による。本来ですとお一人ずつ言葉をいただくところではございますが、お時間の都合上ご紹介をもって返させていただきます。衆議院議員上野健一郎様代理、秘書馬場正明様です。はい、本日は本人でございます。滋賀県議会議員隅田光也様です。はい、本日はおめでとうございます。皆さんのご活躍をお祈りいたします。本日大変ご多様の中をご臨席くださいまして誠にありがとうございます。また本日は中学校の恩師の方々にも来賓としてご臨席いただいております。誠にありがとうございます。続きまして主催者を紹介させていただきます。米原市長平尾道夫。本日はおめでとうございます。よろしくお願いします。頑張ってください。教育長、馬淵仁。本日はおめでとうございます。自分と心の障害で頑張ってください。以上でございます。ここで祝電、メッセージが届いておりますので紹介させていただきます。お時間の都合上、お名前のみの読み上げとさせていただきます。滋賀県知事、三日月大蔵様。衆議院議員、上野健一郎様。参議院議員、小槍隆様。衆議院議員、小寺博夫様。以上でございます。さて本日の20歳の集いは式典対象者の有志で組織する米原市20歳の集い実行委員会の22人の皆さんが内容について熱心に検討し準備してくださいました。3党いぶき学区の実行委員会のメンバーをご紹介いたします。お名前を呼ばれた方はその場でお起立ください。実行委員山口健信さん。はい。中田風花さん。堀由衣さん。馬場裕樹さん。山本翔
翔也さん、谷田幸太郎さん、丸本美月さん、前田陸さん、友田和樹さん、以上9人の皆さんです。それではここで実行委員を代表し、丸本美月さん、友田和樹さんから20歳のメッセージを発表していただきます。本日20歳の集いという人生の節目、そして大人としての門出を迎えることができました。私たちがこの日を迎えられたのは、今まで温かく育み育ててくれた数多くの方々の存在があってのことだということを忘れてはなりません。20歳の集いと集いを迎えた今、改めて感謝申し上げます。私たちは平成15年から平成16年生まれですが、その頃日本ではどのような出来事があったか知っていますか？一部の出来事を挙げてみると、テレビでのアナログ放送からデジタル放送の開始や、昨年日本一になった阪神の18年ぶりのリーグ優勝、イラク戦争でのイラク復興支援措置法に基づいた日本の自衛隊派遣など、私たちが生まれた年にも様々な出来事が起きています。このような中で私たちはいろいろな人の力を借りて20歳を迎えることができました。生まれてきてから今まで育ててくれた家族、私たちに学ぶことの大切さを教えてくださった先生、そしてこうして一緒に20歳を迎えられた友達など、他にも数えきれないその支えがあり、ここまで成長できたことを忘れてはいけません。20歳という大きな節目を迎えた私たちですが、社会人としてはまだまだ未熟です。社会人となるために勉強中の人、すでに社会の一員として毎日奮闘して仕事を頑張っている人、自分の将来の夢を探している人、さまざまだと思います。私は看護師として社会人になるために学校での勉強や実習を日々頑張っています。辛くて辞めたいことは、辞めたいと思ったことは幾度とありますが、実習に行くと辛いと感じるだけでなく、とてもやりがいのある職業だなと感じる場面もたくさんあります。置かれている立場は違いますが、それぞれの目標に向かって歩み続けている最中です。これからも人との関わりを大切にし、立派な社会人になれるよう日々精進していきます。今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。本日は私たちのために米原市20歳の集いを渡航していただき、誠にありがとうございます。そして皆様とこの良き日を迎えられましたことを非常に嬉しく思います。今日こうして20歳の集いを迎えられたのは、家族、先生方、友人たち、数え切れない人のたくさんの方々の支えがあったからです。心より感謝申し上げます。私はこの米原の地で育ち、勉学に励み、多くのことを学びました。中学時代は生徒会副会長に選んでいただき、この役職に就かなければできなかった経験をたくさんすることができ、自分に大きな自信を与えてくれました。もともと私は得意なこともなく、何もできることはないと思っていましたが、生徒会副会長という役職を通して何かに一生懸命励むこと、多くの人と協力して取り組むことの大切さ、楽しさを教えてもらいました。しかし時には自分に自信をなくし、落ち込むことや立ち直れなくなりそうなこともありました。そんな時、そばで支えてくれた家族、わからないことを教えてくださった先生方、相談に乗ってくれた友人、
いつも優しく見守ってくださった地域の方々の支えで、ここまで成長することができたと感じています。振り返ると、当たり前に感じていた日々は、多くの方が支えてくださったからこそ、今につながっていると感じ、私たちをここまで成長させてくださったことに感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。私は現在、大学で高校時代に部活動として行っていた書道を学び、練習に励んでいます。今までとはまた違った環境の中で不安なこともありましたが、多くの刺激をもらい、充実した日々を送っています。現在なりたいものや目標は明確には決まっていませんが、大学で学んだことを卒業後の進路にも生かし、役立てていきたいと考えています。私たちは20歳という節目の年を迎え、今まで以上に大人としての自覚を持って行動しなければなりません。まだまだ未熟な私たちですが、どうかこれからも温かい目でご指導ご鞭撻いただきますようよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、これで20歳のメッセージとさせていただきます。本日はありがとうございました。令和6年1月7日令和6年前原市20歳の集い実行委員友田勝樹、丸本美月。さて、実行委員会の皆さんが今日のこの日のために大変忙しい中、懐かしい中学校時代の写真を集め、中学校ごとにまとめて思い出アルバムを制作されました。それではスクリーンにご注目ください。Thank you.
令和の